熊根パパさん、青いハートありがとう。おはよう、ごめんね。うん、眠たい。今日雨なの？確かに雨の匂いする。ほんとだ。いや、雨なんだ。知らなかった。知らなかったよ。おはよう。ね、めっちゃ最近荒れてたから。昔からおじいさん、猫ちゃんありがとう。でもなんかいい感じに涼しくなりそう。しんこさん、たこ焼き、たこ焼きじゃなかったたこさんありがとう。つのさん、バラ。マッツさん、たこちゃんありがとう。うん、めっちゃ寝起き、もう3秒前ぐらいに起きた3秒前言い過ぎ、言い過ぎだけど、もう実質3秒前起きて、パッてつけた感じ起きてパッ。おはよう。佐竹さん、目覚ましテレビ出てる。え、本当にすごい。佐竹さん、佐竹さんあれだよ。あ、そうだ、え、そうだ、あれだよ、私チリッパにソラハさんとね、出演するんだ、するんだすよ、23日に。そんな撮影もあってあったりするから、佐竹さんにお会いする。お便りありがとう。ねえ、涼しくなりそうだね。え、涼しいといいよね。わかる。ちょっともっとうるさいから閉めよう。よいしょ。暑かったでも昨日。めっちゃ暑かった。夜。暑すぎて途中起きて。1台しかないんですよ、今。まだ。扇風機が。おはよう。ねえ、眠たいね。ゆずきさん、ハート、たくさん、ありがとう。青いハート。暑くって、ちょっと今も暑い。ちょっと扇風機つける。ちょっと待っててね。ちょっと暗くなっていい？よくしょ。わ、涼しい。キャでしょ。しんごさん、かわいい、ありがとう。え、扇風機の風当たりながらめっちゃ寝ちゃったわあ、風邪ひいちゃうってこと？扇風機の風当たりすぎたら。暑くって、え、1個しかなくって今ね、お家に。で、寝るときに、そう、 お姉ちゃんが先に寝たんだけど、で、お姉ちゃんが使ってたんですよ、扇風機をね。で、そう、それで窓開けて寝てたんだけど、途中やっぱり暑くて起きちゃって、そう、お姉ちゃんの方の扇風機がその時は切れてたので、バババババって夜持ってきて使
コンセントパッと刺してパッとつけて気持ちいい、グーって寝ました。おはよう。そう、あ、脱水症状になっちゃうんだ。2台いるよね絶対。昼休みさんバラありがとう。あ、お姉さん風邪多分治ってる。結構コンコンしてないもん、あんまり。おはよう。しんごさん、青いくまちゃん、ありがとう。4神八ホールって座席表ないんだけど、座席8列どんな。え、うん、8列くらいあるかも。うん、うんうん、8列くらいあるかも。あ、びっくりした。リオさん、かわいい、ありがとう。エアコン全部、エアコンね。うん、エアコンまだ、エアコンデビュー戦してない、まだ。おはよう。チーパー、うん、お便りフリーテーマ。お姉ちゃんでした、お姉ちゃん。服を取りに来たお姉ちゃんだった。びっくりした今。最近、え、この前さ、この前っていうか昨日かな、昨日昨日歩いてたらリコチさんに、そう、と会ったんですけど、昨日なんかメールを送ってたの、お昼メールをちょうど送ってて、お昼メール送りながら危ないんだけど歩いてて、わーっとお昼メール打ちながらこうやって歩いてて、そしたらリコチさんに、あずみんで声をかけられたんですけど、めっちゃなんかめっちゃびっくりしちゃった。私、あすみんって声かけられたのがリコチさんって気づかなくて、えって誰と思っちゃって、あすみん誰と思っちゃって、はっ、めっちゃなんかびっくりしちゃったんですよ。そう、なんかリコチさんもびっくりするぐらいの驚き方をしちゃった私。いやーって。ガリコさん、そう、申し訳なかった。すごいなんかめっちゃ驚いちゃった私。めっちゃびっくりしちゃったんよね。そう、なんで私もあんなに驚いちゃったのか分かんないぐらいめっちゃびっくりしちゃって。リコチさんだったから、リコチさんってなって、お疲れ様ですって言って、めっちゃリアクション高かった。本当にへーって感じでびっくりしちゃったの。うん、リコチ、リコチさん結構合う、うん、一番合うかもしれない。私プライベートで歩いててリコチさんに、
佐竹さんね、目覚ましテレビどんな感じなんだろう。うん、正太郎さん、だるまさん、ありがとう。あ、そうなんだ、結構お出かけしてるんだ、りこちさん。ともたかさん、だるまさん、ありがとう。みきやくん、ハート、ありがとう。あ、お好み焼き食べてるの佐竹さん、そうなんだ、すごい。あー、キウイサウナ、ジム、確かにジムのイメージめっちゃある。正太郎さん、だるまさん、ありがとう。おはよう。一回めっちゃかっこよかったのが、なんかなんかね、ロケのお仕事があって、それの一回集まってメイクをみんなでするみたいな感じだったんですよ。一回集まってみんなでメイクして、そのメイク時間が2時間ぐらい用意され設けられてて、その2時間の間に4人ぐらいのメイクを終わらせなきゃいけなくって、ヘアメイクをね、うん、それでなんかそのからメイク完了時間10時に完了だとしたら、集合は8時なわけですよ。で8時に集合して、で2時間あるから、で、でりこちさんちょっとジム行ってくるって言ってめっちゃかっこいい。一回集合したんですけど、ちょっと時間があるのでジムに行ってきますって言って、ジムに行かれてあの順番が来るまで、自分のメイクの順番が来るまで時間があるから、そのヘアメイクさん一人しかいないから、ヘアをしてもらう、メイクさんにヘアをしてもらうのがさ、やっぱ順番になるじゃん。そしたらさ、8時に集合してても自分の順番が回ってくるまでちょっと時間があるから、ジムに行ってきますって言ってめっちゃかっこいいと思って、すごい脳汁がって言ってたかっこいいよね、りこちさん。うん、なんか軽くシャワー浴びてきたん来るんじゃないかな、どうなんだろう、わかんないけど、おはよう。めっちゃかっこいいなと思った、本当に。リコチさんとジム行ったら絶対楽しい、続きそう。リコチさんとジム行く、私あんまりジム続かない、行ってみたいなと思うけど続かなそうだから。おはよう。あ、姫いる夜嬉しい、待ってるね姫いる夜早く会いたい、楽しみ。おはよう。そう、そう、コンビニ行くかなんかちょっとジム行ってくるびっくりした、私も。おはよう。でも結構リコチさんとはね、ジムというか体幹トレーニングを結構リコチさんと一緒にやってて、この前もお話し会の会場でりこちさんと体感しました1分間お話し会と横にりこちさんがいて、なんか「よし今から体感やるわ」ってりこちさんが言ってて、そのりこちさんと目が合ったので
専務やるって言われて、やります、言って横で一緒にリコチさんとお話し会の、お話し会のとこ日に、おはよう、ね、ついていく、フォローします、ありがとう、ありがとう、おはよう、リア君、アイハート、ありがとう、面白いリコチさん大好き、めっちゃリコチさん、リコチさん好きだ、おはよう、今日ねなんかちょっとしたね撮影みたいなのがあって、それが終わるから なんかめっちゃ焼肉食べたいんよね、みんな聞いてほしい、めっちゃ焼肉食べたいんよでも焼肉食べれる日がないくってさ、困っとる、いやもうツアー終わるまで食べまーかなと思って、めっちゃ焼肉食べたいんですよ今、ない、そういう時、割とね、おとついぐらいからね、ずっと焼肉食べたいって思って、焼肉ばっかり調べて、広島の。はぁーって言ってる。なんか撮影、そう、撮影終わる、一応撮影終わるまで、食べるのやめとこうと思って、終わるんだけど、今日。食べたい、食べよう、食べたい、めっちゃ、おはよう、普通の量食べ過ぎなかったらいいのかな食べ過ぎなかったらいいのかな、でも次の日がなんかレッスンの日とかを狙って食べよっかな、そう、今日一応なんか気持ちの罪悪感的には、今日終わったらなんか気持ち的にちょっと食べれるなって感じ、どんない、本当にやっぱ吸ってみようかな、それかずっと行きたかった一人焼肉を行ってみようかなって思って、おはよう、確かにもうすでにメニューが決まっているやつ、おはよう、行こう、来たい、めっちゃ食べたいよね、焼肉食べたくって、お肉を食したい、すごく、おはよう、焼肉ウルフね、そう、そこめっちゃ行きたいよね、焼肉ウルフ、そうなんよね、ローストタンがいいんだ、あ、タンいいんだね、何がいけなくて何がいいの、おはよう、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね、食べ放題にはせんかな、
あ、ありがとう、チリパのお便り今日までですよ。待ってます、チリパのお便り待ってます、チリパお便りぜひ送ってください。一人で一人焼肉、イミさんと教えてね。あ、本当に広島遠征した時福神苦労してます。あ、そうなんだ。でもなんかわかんない、まだ行ったことないけど行きたいなと思ってるのは焼肉ウルフ、焼肉ウルフってところにずっと行きたいなと思ってるところがあって、ちょっと行ってみる。じゃあどうだったか、どうだったかまた言うね。じゃあ食べようかな、行こうかな。食べちゃおうかな。あ、お米を食べちゃダメなのね。分かった、お米食べないようにする。おはよう。カルビとかあるもん。あ、油が多いからか。あ、頑張ってね、お仕事。いってらっしゃい。家で焼肉、家で焼肉はねしないな。うん、今ここではねしたことないな。ホットプレートみたいなのもないからな。フライパンで肉焼くとかならできる。肉焼いて食べるとかなら。うん、おはよう。せんやさんかわいい、ありがとう。おはよう。ウルフ29日肉の日にいたサービス品あるよ。え、そうなんだ、すごい。肉、え、そうなん、焼き肉ハムスと美味しいんだけどね。いや、そりゃね、そうなんだよね。うん、絶対的に美味しい、それが一番。お酒はね飲んでない、全然。だからお酒はね飲みすぎちゃったら大変なことになっちゃうのでね、一番絶対。おはよう。確かにそうだよね、煙がね、匂いとね、難しいよね。え、みんなどうやってるの焼肉ね。おはよう。実家で焼肉した時も毎回匂いすごいことになってたもんな。上に上がるんだよね、多分匂いがね。だから上の部屋とかすごい匂いになってた。確かに焼肉は友達とかと行きたい、それはめっちゃわかる。やっぱ誰かと行く方がね楽しいよね。食は誰かと食べる方、食べるのが一番楽しい。うん、換気扇とかないとね。あ、外、確かにベランダバーベキュー的な感じで外とか。はあ、おはよう。焼肉ライブ、スクワはカツ丼を食べたくなる配信を見てしまいます。どんな配信、どんな配信を見たの？カツ丼？あ、焼肉ライクか。ライクね。え、なんか広島駅できたよね、焼肉ライク。できた気がする、焼肉ライク。広島駅に新しく。うん。確かにマンションとかだと厳しい、ベランダはね。
ねえ、おはよう。エアズミンと焼肉楽しいよ楽しいよ、うん、楽しいですよ。おはよう。あるよね、広島駅ねえ。旅ともに焼肉ともに、確かに友達。バンザルモンスターさん、だるまさん、ありがとう。焼肉スペイベーとかできるのかな、楽しそうだけど。え、楽しそう。でもみんなでバーベキュー。でもさ、食べ物系ちょっと厳しそうよね。いけるのかな。すごい楽しいぜ。でも絶対そんなのあったら、焼き方にめっちゃこだわるか、すごいテクトーかな。全然考えんさっきめっちゃこだわらんわ多分。そんなにこの肉は3秒とかないですね、あんまり。焼けてたら食べるってった感じ。おはよう。うん、焼けてたら食べます。ねえ、夏バーベキューしたい。確かに。お仕事行ってらっしゃい。夜あるよね。急にね、焼肉ライク。今まだふーちゃんロス中さん、青いハートありがとう。あ、お好み焼き作るスペイベはあった。うん、あの PR 舞台さんが、舞台メンバーさんがありましたね。え、でも自分もどっちかというとちゃんと焼きたい派の人かもしれない。生焼きよりも。うん、いや普通にアルミが全部にけんそう。あとやけど肉食べるだけやろあながち間違ってないえ、家族とか、うん、家族とかで焼肉行った時もだいたいみんな お皿に入れてくれて食べてる。なんかね、ちっちゃい時から小食なんですよ私。あんまり食べなくって、そうだから。でちっちゃい時の方が小食で、別にちっちゃい時に比べてそんなに小食じゃないんですよね今。普通に食べるんですよ、普通ぐらい。ちっちゃい時の方が小食で、だからお母さんとかお父さんとかね、そのちっちゃい時に全然食べなかった私の多分印象がついてて、普通に食べてるんだけど私はね、気分的にはそういうなんか焼肉とか、そのなんか用意されてるプレートとかだったらさ、それを自分で食べるからあんまりあれだけど、焼肉とかってもうさ、肉があってそれを自分が焼いて自分で食べてかなきゃいけないじゃんで結構だから、すごい家族で焼肉に行ったら、はあずみ食べなさい食べなさいって入れられるイメージがある。お皿に食べてるよ食べてるよって言いながら絶対この会話するん。食べてるよ食べてるよって言いながら食べるお皿にどんどんそう、食べなさい食べなさいえ、そうサムネ変わったよね、ショールームね。サムネっていうか、いあの絵が、絵っていうか写真がね。おはよう。それでだから焼いてもらった肉を
入れる、その中に入ってくるからもうそれパクパク食べてるけど、焼こうと思ったら焼ける。自分もお肉、おはよう。そう、やっぱあるあるあるだよね、家族で実家で焼肉あるあるなのかな。どうなんだろう、胃袋。でもね、割とね最近はそんな小食じゃないんよ。ちっちゃい時の方が小食だった。ちっちゃい時に比べたら今は普通に食べれるくらい。お、今日も一日頑張ろうね。うん。頑張ろう。確かに網を。最終的に焼肉はいかに効率的に網を使うかな。ああ。あまり考えたことないかもしれない。網でも確かにね、焦げしちゃうもんね、最後らへんね、焦げ。網交換のタイミングとか私全然わかんないから、そういうのは。一人で焼肉屋さん行ったことないんだよな。網交換って、焦げしてきたら変えたらいいのか。網交換、おはよう。ねえ、あ、小食？ねえ、小食？そうなんやね、ちっちゃい時ね。あんま言ってないな。確かにじいちゃんばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃん家に行くとその倍言われちゃう。私そうなんよ。耐えてるんよ。そう、家倍言われますね。あずみ食べとるかー、あずみ食べとるかーって。弟がめっちゃ食べるんですよ。弟がめっちゃ食べるから、あのめっちゃ食べて、弟が食べるから、その弟を見てるから、多分よりね、あんま食べてないように見えるんだろうけど、弟と一緒にいたら。そう、でも食べてるの。そう、普通に食べてて、多分より食べてないように見えてるのか。食べてるかって言われますね。食べてるよって言ってるから、おはよう。でもさ、あんま友達でさ焼肉行かないよね、友達と。わかんない、私が行かないだけなのかな。家族としか行かないわ、焼肉屋さんって。友達なんかの打ち上げみたいな、学生の時の体育祭の打ち上げでクラス大人数で焼肉屋さん行きますなら何回かしたことあるけど、その程度しか行ったことないかもしれない、友達と焼肉は。ね、一人でだから行ってみたいな。友達としか行かない、本当に。友達、弟ね、中学生ですね。ね。
わかる、私もちょっと食べたくなってきたわ。朝からめっちゃカロリー高い話しちゃった。手にタコできたことありますよありますよ。めっちゃね、鉄棒大好きだったんです。私鉄棒少女で一生くるくる回ってたの、鉄棒で。そう、結構アクティビティではあるからね。傷だらけでしたよ、小学校の時とか。あ、しゃぶしゃぶは行くわ。うん、確かにしゃぶしゃぶは行きますね、友達と。あ、お酒飲めないってから、そういうことか。でも焼肉行ったらね、ご飯も一緒に食べちゃう。しゃぶしゃぶは行くな。ピザ食べ放題、何それ、すごい美味しそう。ピザ食べ放題ねえ。そう、めっちゃ食べ盛りだよ今。一生食べ盛り、弟、そんな印象。そう、くるくる回ってた、鉄棒で。行こうかな、焼肉行っちゃおうかな、行っちゃおうかな。ちょっと考えとこ考えとこ。レッスン前に、レッスンだって、全然次の日レッスンだって。レッスンでいっぱい動いたらプラマイゼロかな。プラマイゼロだよね。ご褒美も大切かな。そうだよね、え、そうだよねめっちゃ自分に言い気がするもんそうだよね、リフレッシュも大切かな。そうだよね、やっぱ美味しいもの食べるとやっぱなんかストレスみたいな疲れもなくなる、吹っ飛ぶ気がする。食って大事だよね。赤身肉いっぱい食べたら大丈夫かな。あ、生写真ありがとう。そうだよね、確かにモチベーション上げていこう。そうしよう。え、行こうかな。え、そうしよう、そうしよう。そうしよう。ありがとう、勇気をくれて焼肉への勇気をくれてありがとう。めっちゃ行きたかったの、ずっと。めっちゃ調べてて、本当にずっと調べて、ずっと調べて焼肉の画像ばっかり見てた、ここ最近。画像で写真撮っ、行ったら写真撮ってきます。よし、じゃあランキングを感情読むね。13位かぎさんじゅうななさん、ありがとう。12位くまねパパさん、ありがとう。11位もりもりさん、ありがとう。10位増太郎さん、ありがとう。9位大北美希さん、ありがとう。8位ももんがさん、ありがとう。7位ゆずきちさん、ありがとう。6位これは瀬戸内の太陽さん、ありがとう。5位たくさん、ありがとう。4位とっちゃんぼやさん、ありがとう。3位昔からおじんさん、ありがとう。2位マッツさん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルバン、しんごさん。
ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。またね。頑張ろうね。今日も一日頑張りましょう。水曜日いってらっしゃい。いってらっしゃい。じゃあねーねーあずみんで終わります。せーのって言ったらねーねーあずみんって言ってください。せーの。なーにー、ありがとうございました。ありがとう。バイバイ。いってらっしゃい。バイバーイ。